はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうかんでございます。今回のエアリスソロ攻略はハードモードのグローガイストです。装備とマテリアはご覧の通りです。クラウドとティファはカエルになってもらいましょう。そしてエアリスはミスリルドと怒りの岩、これで火力重視ということになります。武器に炎属性をつけていただき、先制攻撃とマジカル2つ、 MP アップ1つ、攻撃要因として回復またガード強化と HP アップをつけておくと戦いやすいでしょう。まあ霊体化のタイミングなど運要素が結構ありますけれども、何度かチャレンジすると結構勝てます。それでは行ってみましょう。
何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。それでは詳細解説になります。開幕一発目はすぐに逃げてください。そして何か物陰に隠れるとポルターガイストで吹っ飛ばしてくるものを防ぐことができます。そして一番厄介なダメージを食らわすのが衝撃波。一回手を振りかざして一発目の波が出た瞬間に横にかわしてください。少しフライングすると追従性がありますのでぶち当たります。そこはタイミングよく避けるといいでしょう。そして霊体化したタイミングで一旦瞬間移動します。その瞬間移動した先を見極めた上でテンペストとヘアルガ、ファイガと違ってヘアルガを選んだ理由というのは詠唱時間が短いと、そういったメリットがあります。あと確実に相手に必中させることができるので物に当たって当たらなかったというような失敗はありません。第一形態はこのような形で比較的楽に立つことができます。はい、それでは第二形態ですね。第二形態は鬼火を使ってきますので非常に厄介です。第一と第二揃って言えることなんですけれども、ソウルボイスという技は近寄らなければ食らうことはありません。万が一近寄ってしまいますと沈黙になるのでご注意ください。そしてまた衝撃波は同じように青い線が出たらすぐに避ける、そういうタイミングで繰り返してください。第2形態ではこのように霊体化しますけれども、2回目の霊体化がなかなかしなかったりすぐしたりと結構まちまちだったりします。なかなかしない場合はこれかなり耐久戦になりますので、なんとか耐え忍んでください。今回も長かったのでちょっとカットしますね。はい、最後の霊体化しましたね。こんだけダメージ削っていますとあと一撃で倒すことができます。はい、これで終了です。まあ一番のネックといえば霊体化のタイミングでしょうかね。特に第二形態はかなり苦戦すると思います。かくれんぼ。はい、これで以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。ためになったという方はグッドボタン、またチャンネル登録していただきますととても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。